人類の狂気は世界を核の炎で燃やし尽くした。そしてそこに残ったものは暴力のみが支配する無法の荒野であった。その暴力の荒野に一人の覇者が生まれた。その名はラオウ。彼は自らを剣王と名乗り、暴力と恐怖により民衆を支配した。だがそのラオウの波動の前に立ちはだかる男がいた。何を？剣王軍の兵士になりたくないと言ったらしいぜ。バカなことを。殺されちまう。ほらとっとと歩きやがれ。立てつくんだよ。剣王様に彼を抜いたらどうなるか、こいつらに見せてやれ。どうか王子よ、この人をお許しください。え、なんだ女。私のお腹にはこの人の子供が。だからこの人は私を残していけなかったんです。殺すなら私を殺して。子供だと。剣王軍の掟に例外はねえが、助けてやってもよいぞい。どうか王子よ、お願いします。助けてあげよっかな。ダメ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 。歩けねえ以上ここで処刑する。おい、教えておやり。ははおい、ちょっと待ってろ。おい、お前にやらせてやるよ。やれよ。やらねえとこの村全員皆殺しだ。あれ、やらないの？このヘタレが。このままじゃお前らみんな死んじゃうぞ。はい。おやおや、勇者様が現れたぜ。よし、これ使えよ。どこ？あっちだろ、ボケ。先へやっちまえ。あら、ボエ。バカ、俺じゃ中目黒。なんだ、こっかいつ。何しやる。どうや、おらかぽわ。くらおる。様がやられると思ってんのか。おい、そうかい。当たり前だ。俺様は剣王軍の。なーにゃー、待って待って。許してほしいか。すいませんすいません、真面目になります。悪いことはしません。残念だったな。この指を離したらお前は死ぬ。え、冗談。冗談、何のことだ。あ、いち、むや。大丈夫か。この俺、何と言っていいのか。無用だ。俺は愛する女を奪われ殺された。だから見捨てておけなかった。それだけだ。あの、その人の名は。生まれてくる子が女ならその人の名をお願いします。私たちはそんなことしか。お願いします。ユリア。
1800年もの長きにわたり磨き上げられた究極の暗殺拳、北斗神拳の伝承者ケンシロウ。彼はその剣を持って弱き者のために戦い続け、いつしか民衆は彼を救世主と呼び、平和への願いを託した。恐怖の覇者と民衆の救世主、運命は二人を悲しくも壮絶な死闘へと導いた。かつては共に北斗神拳の頂点を目指した兄弟、兄のラオウ、そして弟のケンシロウを、その甲冑はもはや無用。もうこの国に剣王様に歯向かう者はいない。レイナ様の剣王軍親衛隊長としての働きは見事でした。やっと夢が叶いましたな。いいえ、この国を平定してもラオウの夢は終わりません。おお、そうでしたな。次はこの海原を越えて修羅の国の平定。いよいよこの海賊赤シャチの出番ですな。そう、それが私とラオウの夢。しかしなぜ剣王様はあなたほどの女を女房にしなかったのですかな。わしなら絶対そうしとるがな。ラオウが愛したのはユリアだけ。でもユリアは死んでしまった。それでもラオウはまだその面影を追い続けている。そして多分永遠に、永遠に一人の女を。剣王様は不器用な男ですな。そう、愛が愛だともわからぬ不器用な男。でも私はここで待ちます。ラオウが愛を取り戻す日まで。私のお気に入りが。愚かにも程があるわ。まだ我ら剣王軍に歯向かうバカ者どもがいるとは驚きですな。こやつらは何者だ。我らに反抗戦と立ち上がった南都義勇軍でございます。この軍を率いるは南都政権108派の頂点に立つ南都六政権最後の将と聞いております。南都最後の将、南都政権が乱れるときその道を指し示すものと言われておりますが、その正体は謎に包まれております。剣王様、お気に召さるな。所詮は痩せ衰えた虫けらどもの集まり、剣王軍の敵ではございません。この義楽めが一
気に打ち滅ぼしてご覧に入れます。バルガよ、こやつらが腕に巻く白い布は何なのだ。彼らの希望、救世主と称えるケンシロウにあやかってのもの。ケンシロウを救世主と。これは俺はなんと五者星の一人、炎の試練。貴様はすでに俺の罠に落ちた。炎ラオウ、貴様の野望もこれで終わりだ。死ねえ。うわっ、この程度の炎では俺の野望を灰にすることはできるわ。ケオ様は全くの無傷。ギラクよ、なんと最後の将の正体、即刻突き止めよ。シュレンの捨て身の奇襲をもってしてもラオウは倒せぬか。おそらくこの地上で最強の男、まだケンシロウ様では倒せますまい。トキ様もいれば。それはもはや儚き希望。すでにトキ様は病のために亡くなられたと聞く。今はケンシロウ様を一刻も早く我らが城塞にお迎えし、共に戦わねばラオウは倒せぬ。我が将よ、ケンシロウ様の居場所はすでに突き止めています。この不動がお迎えに。その時が来たようだな、ケン。そんな顔をするな。時兄さん、すまない。俺はユリアをシンから奪われ、そして死なせてしまった。兄さんも愛したユリアを。だからお前は強くなった。悲しみを怒りに変えて。兄さん、ケンシロウ、私にはお前の名を呼ぶ者の声、救いを求める声が聞こえる。その者たちのために生きよう。分かっている。共に苦難の道を行けぬ兄を許せ。兄さん。弟よ、もう先に行く。兄さん、俺の中で生きよう。俺は必ず俺の名を呼ぶ者のために生きていく。花を備えるっつったって、こんなところじゃペンペン草の一本だって生えちゃいねえよ。チッ、ケンもかわいそうだよな。恋人のユリアさんとは死に別れて、とうとう時まで行っちゃってよ。けどさ、俺とお前がいりゃケンだって寂しかねえよなあ、リン。んうっ、あんたがケンシロウか。お前は。人は俺のことを鬼の不動と呼ぶ。その鬼が俺に何の用だ。あんた北斗神拳の伝承者なんだろう。俺はかつてあんたの先代龍拳に戦いを挑んだが、逃げられちまってな。その蹴りをつけに来たんだよ。シフが。そうかい。お、おい、貴様も逃げるのか。何、ふざけるぞ。
いい加減にしろ。なぜそのまま飛行を撃たぬ。このまま貴様死ぬ気か。お前自分の面を見たことがあるのか。うん、面だ。お前善人面なんだよ。北斗神拳を見くびるな。シフも同じ思いだったろう。おお、これが北斗神拳か。これが伝承者のケンシロウか。ケンシロウ様、私はあなたを迎えに来た。迎えに。私はなんと五社星の一星、山の不動。我が主、なんと六星剣最後の将があなたを待っておられます。なんと最後の将。それってなんと義勇軍のボスの名だぜ。我らは剣王に反旗を翻しました。何とぞ力をお貸しください。なんと五社星の山の不動がケンシロウのもとに現れたと報告が入りました。何？両者が手を結べばサウザーらによって分裂していたなんと全108派の大半の剣士たちが彼らのもとにはせ参じるでしょう。しかも義勇軍の士気はさらに高まることに。いや、苦しいことだ。バルが何をびくついている。それにそんな神器臭い顔はやめたらどうだ。お前の顔を見ると気がめいてかなわん。決して私は臆したわけでは。ただケンシロウのことが。ケンシロウが何だ。奴は南都政権の神に倒されユリアを奪われた男。その神も剣王様には戦わずして敗北した。そんな男を相手にするだけでも剣王様の流すたるわ。剣王様は無敵の覇王なのだ。剣王様、機は熟しました。ここで義勇軍どもの本拠地を一気に壊滅させればもはやこの世は陛下の天下でございます。よかろう。これより全軍をもってなんと最後の将の城塞を攻める。将の首を取れ。歯向かう者すべてを抹殺せよ。俺に倒された恨みでまだ成仏できぬか。あのギラクは小賢しいの。小賢しい。あやつはお前を陛下と呼んだ。陛下とは皇帝のみに許される呼び名。ハゲを未だならずというのにもうお前を皇帝呼ばわりしご機嫌取り。捨ておけ。じゃがお前はあえてあやつの策に乗った。ケンシロウとの対決を避けるために。怖いのか。くだらぬ。ケンシロウなど俺の敵ではないわ。ならばなぜ自らの剣で戦わぬ。ケンシロウを倒せば義勇軍などいつでも倒せる敵ではないか。聖帝サウザーを倒した男、戦えばこの俺とて無傷では済まぬ。そうなれば剣王軍は一気に崩壊し、ボートの群れと化すは目に見えておる。奴らの本性は人を喰らう鬼よ。俺はそれを抑える鬼喰らう鬼。まだ傷つくことすら許されぬ。脆いものよな、お前の覇業とは。失せろ龍拳。
波動の大義は我にあり、天がそれを望むのだ。予想よりも早く、ラオウがナントの将のもとに出陣したそうだ。その前に何としてでも早く将のもとへ。ルドー様、もうガソリンが底をつきます。いかがしますか？ならば俺の村に立ち寄り、そこで給油だ。私の村です。早く給油を済ませましょう。ここから将のところまでは一日もあれば着く距離。村だって誰もいないじゃん。おい、帰ったぞ。おかえり、父ちゃん。すげえ、あれ全部おっさんの子供か？みんなこの戦乱で親を亡くした子供たちだ。だが今はみんな俺の子供だ。さあ、すまんがもう話しておくれ。父さんはまだ行かなければならないところがあるんだ。ケンシロウ様、ラオウが迫っています。急ぎましょう。お前を連れて行くわけにはいかん。何を言われます？お前のためではない。この子供たちにはお前しかいない。しかし10年先を思う者は木を植える、100年先を思う者は人を植えるという。お前は100年先の平和のために生きよう。ケンシロウ様、ケンシロウ様、許してください。我らご社生は今まで我が将の正体を誰にも隠していました。それはそのことがラオウの耳に入ることを防がんがため。将とラオウには何が？将とはラオウが生涯にただ一人愛した女性、そしてあなたにとっても唯一無二の女性。まさかなんと聖剣最後の将とは？あなたが愛したユリア様でございます。はあ、ユリアが生きて。なんと正統血統のユリア様を守護するのが我らご社生の務め。真の暴虐をいさめるために自ら命を絶とうとなされたユリア様を我らはお助けいたしました。ユリア様も苦しみ待ち続けられたのです。あなたが北斗の宿命に目覚め救世主となる日を、自分の幸せを捨ててこの世の光のために。ユリア、やっとケンシロウ様と再会する日がやってきましたな。でもこの日まで私は死を装いケンを苦しめてきました。我が身の宿命重すぎる。イリア様、見なされ。この町の人々は、この町には自由が平等があります。その噂を聞いて人々が集まってきています。
魂の安らぎを忘れていた人々は、彼らは剣王との最後の決戦に志願した義勇兵です。民衆はあなたを信じて再び立ち上がったのです。あの白い布はその勇気と平和の象徴。あなた様はこの乱世になくてはならない地母の星、強く温かく永遠に光り輝かねばならないのです。見たぞ、聞いたぞ。これは驚いた。なんと死んだはずのユリアが生きていようとは。おのれ！これは剣王様も喜ばれるだろう。たわけ！逃げ道などないわ。なに、バカな。剣王様、石膏の報告によりますと、砦の周りの固めは思いのほか手薄。どうやら南東義勇軍は砦に籠城して戦う気配でございます。何が籠城だ。敵はくたびれた民衆の集まり、恐るるに足りん。一気に攻め滅ぼそう。しかし敵の参謀李白はなかなかの知恵者と聞いています。これは罠かもしれません。この義楽、ついになんと最後の将の正体を突き止めましてございます。それで我らはまんまと真のやつめに騙されておりましたぞ。死んだ者のことなどどうでもよい。早く話せ、その正体を。謹んで陛下に申し上げます。その正体はユリアでございます。ユリアは生きていたのでございます。私が何か悪いことを。このレッシンめ、この俺をたばかったか。剣王様、もはや軍議など無用だ。ケンシロウ様、うん、お待ちしておりました。さあこちらへ、うん、あれはこんなにも早く剣王君が。確か今日こそ選ぶがいい。剣王を入れるな。しばしお待ちを。今我らが将が参られます。もう逃げることはかなわんぞ。いや！
さすがだな、ラオ。ここまでだ、ラオ。お前にユリア様は決して渡さぬ。海の利白か、貴様もユリアのために己の命を捨てるか。一歩でも動いてみよう。この部屋がお前の棺桶となる。時間稼ぎの余裕は与えぬ。すぐに片付けてくれるわ。死ぬがよ、李白。さあ、早く、ユリア様。こちらです。こちらで、ケンシロウ様がお待ちです。ケンは？それが、ラオウのいる限りユリア様に生はないと、ラオウのもとへ。これは剣の。はい。私はここで待っています。私はあの人を待つために生きてきました。待ち続けるのが私の宿命、そして剣との約束。様の守護星は地母の星、母を知らぬお前もその地母の星に心を動かされたのか。だがその思いは届かぬぞ。ならば誰の手にも渡らぬように殺すまで。さすればユリアは一生俺の心に生きよう。ラオウ、ケンシロウ。ケンシロウ様。ケンシロウ泣け。ユリアはこのラオウがもらい受ける。待て。うわっ、立てラオウ、天に帰る時が来たのだ。ウヌがどれほど強大になろうともこのラオウを倒すことはできる。この世の覇者、剣王を。片腕で。うわと。真剣に無双転生という究極奥義があると聞く。それはどんな奥義だ。それはわしにも教えられぬ。北斗2000年の歴史の中でそれを体得した者はおらぬという。何。この世で最強の者は無。その無より転じて生を拾う。それが無双転生。ラオウ、ウヌがいかに強大になろうとこの奥義だけはつかめぬ。ウヌはあまりに強大なその野望ゆえに悲しみを知らぬ。それは悲しみを背負った人間のみが。ウヌはその悲しみを背負い北斗2000年の中で最強の男になったというのか。見える。選ばれた男たちと戦い、流された血がケンシロウ様の中に脈打つのが、戦いの悲しみが
ケンシロウ様の体に男たちの奥義を刻みつけていったのか。ラオウ、メイドで時が待っている。バカな、なんだこの震えは。それが恐怖というものだ、ラオウ。なんと、ラオウが恐怖。その精神は臆せずとも本能が敏感に恐怖。この俺が恐怖を末帝のケンシロウごときに認める。ましてや俺は北斗の長家、俺に後退はない。あるのは全身勝利のみ。受けてみろ、このラオウの無敵の剣、天正本熱だ。俺にも後退はない。ラオウ、今こそ野望を果てる時だ。最後の仕掛けが、ケンシロウ様、伏せて。運は我にあり、やはり天はこのラオウを望んでいるのだ。はいや、ユリア様。ケンシロウ様。ケンシロウ様、早く手当てを。はい。すまぬケンシロウ様、あなたの力を呼べなかったばかりに余計なことを。海の利薄、一生の不覚。いいんだ、ケンシロウ様。どこへ。ラオウの後を。今のラオウは手負いの獅子。今倒さねば触れるもの全てを抹殺するだろう。うわっ。朝剣王が夢にまで怯えるというのか。うぬがこれを。ラオウ、まだ戦おうというのですか。どういう意味だ。もう勝負はついたはず。何。ユリア、うぬはこのラオウに情けを。心惹かれた女の情けは男にとって最大の屈辱。このラオウ、もはや剣王の名はいらぬ。魔王となりてケンシロウを血の海に沈めてやった。何卒不動様の助けを。
どうなされました？急ぎましょう。俺には、父さん、戦って。不動の父さん、僕たちなら大丈夫。そうだよ、父さんの子供だよ。お前たち、不動、ウヌが動かずともこちらから出向いてやった。なぜユリア様を奪った剣王がここに？万人に慕われる善の不動だが、今の俺に必要なのはウヌの中に流れる鬼の血を。ウヌがいかに善人の皮をかぶろうと、かつて俺すら恐怖させたその体に流れる鬼の血は消せぬ。俺にはその血が必要だ。何故鬼の血を望む？必勝の前の小手調べ。不動よ、鬼神となって俺と戦え。さもなくば子供は全て殺す。その鬼の血を飲み込んでこそ。恐怖を拭い去ることができる。よいか、このラオウの体、一歩でもここより退けば容赦はいらぬ。この背に向かい、すべての矢を打ち放て。もし退くようなら、このラオウの死、弟に勝てぬただの愚形。砦に立ち寄ったはず。ラオウはどこだ？誰がてめえなんかに。ダメだよ、俺は口が勝てんぜ。そうかい。もう一回回ってみる。へい、喜んで。あ、いや、あの剣王様は不動の村へ。何？不動、俺の血をすする気で来い。さもなくば貴様に勝ち目はないぞ。感じぬ、恐怖など微塵も感じぬ。やはりケンシロウに感じた恐怖など俺の気の迷いに過ぎなかったか。
もはやお前に用はない。ガキどもと共に死に果てるがよい。そうか、貴様はケンシロウに恐怖を感じたのか。ならばそれ以上の恐怖を味わうがいい。貴様が俺に鬼を見るのはこれからだ。これがあの鬼の剣か。やはり情けは剣を曇らすのみ。これだ、この悲しき眼光こそ俺が恐怖を感じたもの。貴様の血とともに恐怖を飲み込んでくれるわ。うらぁ、貴様はここで死に果てるのだ。憎しみでも怒りでもない、この歓喜を生むものは何だ。やはりこの線も無用だった。俺に恐怖も後退もありえないのだ。何？貴様の肉体はすでに死んでいるはず。貴様にはわかるがいい。たとえこの肉体が肉片、いや血の一滴になろうと俺は戦い続けるであろう。愚かな男よ。よかろう、見事俺をここから引かせ弓をいさせてみせよ。やはり何も分かっておらぬ。見るがいい。この方を進めるのはこの子供たちの心。お前に見えるか、この悲しき瞳に宿る力が。この目は死ねえ、ラオウ。この剣王が退くとは。貴様は俺に剣士郎を見た。その肉体に再び恐怖がよみがえったのだ。恐怖に硬直したその肉体は引かねば砕け散っていた。勝ったのは俺とケンシロウだ。不動さん、ここで俺が倒れてもその体に恐怖が刻まれている限りはもはや二度とケンシロウには勝てぬ。
なぜこの剣を撃たなかった。しかしあの時不動を撃たれば。剣王様、どこまでもゲスの奴らよ。破れて命を拾おうとは思わぬわ。剣王様、おやめください。この者どもも剣王様のため。バルカよ、覇業のためにやったことでございます。剣王様、たわけどもか。山の不動の本望。なぜラオウは部下のあなたたちを。我らの思慮の足りなさが剣王様の怒りに触れました。あの方の頭にあるのはもはや覇者への野望ではありません。ただ剣士郎との戦いのみ。盛る炎もこの完璧なる肉体を焼くことはできぬ。されど悲しみはこの肉体を凌駕するというのか。今度は時か。ラオウ、あなたはあまりに強大な野望ゆえに人の悲しみが見えるのだ。例えばレイナ、彼女はあなたの破業のためにその身も心も捧げた。彼女を突き動かしたものは何だと思う。我らは共に野望を抱いた仲間であった。レイナを突き動かしたものは野望だ。ならばあなたのユリアへの思いは。それも野望。それゆえ俺はユリアを手に入れた。ラオウよ、それもこれも愛だ。何？それが愛と分からねば無双転生の奥義はつかめぬ。愛を心に刻みつけ悲しみを背負い続けた者だけが最強の男となるのだ。ケンシロウがそうだというのか。ならば俺が取るべき道は一つ。我が弟ケンシロウを倒すことこそ唯一の望み。もはや戻る道も見えず、それがあなたの宿命か。天が泣いている。
ユリアよ、このラオウ、未だ愛を知らぬゆえに悲しみが見えぬ。愛とは、悲しみとは、知る術は一つ。ユリア、お前の命をくれ。私の命を。そうだ、お前を失って初めて愛を知ることができるかもしれぬ。今の俺にはケンシロウしか見えぬのだ。ラオウ、ユリア、恨んでも構わぬ。いけませぬ剣王様、その方だけは手にかけては。何とぞ正気に。私どもはどうなっても構いませぬ。その方の命だけは。ウヌラもユリアの地母の粛清に打たれたか。だが聞けぬ。血迷ったと言われても構わぬ。俺にはユリアの命が必要なのだ。この傷が気になっては剣と十分に戦うことができないでしょう。何、宿命に生きる男たちの戦いのために私がしてあげられるのは心置きなく送り出すことだけ。私に見つめられていてはつきにくいでしょう。私も天に帰りましょう。我がうちに悲しみとして生きよう、ユリア。ユリア、ウヌは病に。私に与えられたのは限られた命ならば、何事にも抗うことなく天命のままに生きようと思います。何との章を動けば北斗動き、天また動く。その宿命のままに。それで何との章も仮面をかぶり、じっとケンシロウを待っていたというのか。己の幸せを捨てて。私の命でこの世に光をもたらすのであれば、さあ天へ送ってください。なんという女だ。涙、俺にもまだ涙が残っていたというのか。だが今はユリアとケンシロウ、二つを望むことはできぬ。ユリア！今日は一体何の鍵ですかな。陛下は我々に褒美をくださるそうだ。ユリアを奪われた義勇軍は壊滅状態。もはや陛下の派遣は成就したも同然。これより陛下は名実ともに皇帝、いや天使様となられるのだ。総参謀の義楽様は大将軍、いや最将となられますな。その時は私めのことをどうかお引き立てよ。任せておけ。皆の者、今日はお前たちに褒美を取らす。総参謀義楽、前へ。ただいま。もっとそばへ。はっ。
ギラクよ、褒美は何がいい？申してみろ。何なりと陛下の御心次第でございます。ならば死だ。もはやこの世に鬼はいらぬ。俺は鬼を喰らう鬼を、うぬらすべて喰らわしてもらう。なぜ戦える？これで心置きなくケンシロウと戦える。俺が死ねばこやつらでは地上の平和は訪れぬ。それでは俺の負けよ。剣王様の負け？もはやこのラオウに負けはない。俺が負ければ天が嘲笑う。魂の平和のために、それが二人の戦いだった。今それをこのバルが知りました。ちょうどいい具合に上がってくれたぜ。お、ケン、あれは国王。ケン、ラオウが呼んでいる。お前たちがこの最後の戦いを見届けるのだ。やはりここには何か、我ら兄弟が北斗最強を目指し修行に励んだ場所だ。ケン、あそこ。ラオウ、ケンシロウ、ウヌの骨と北斗1800年の歴史を葬るに、ここより他に場所はない。ラオウ、その野望とともにこの地に眠るがいい。もう野望などどうでもよい。ただ死ゆを決するのみ。最強の北斗神拳伝承者をほふる者の名はラオウ。このラオウより真の強者の歴史は始まる。ケンシロウ、知りと砕けよ。
神剣究極奥義無双転生の前には死あるのみ。俺もこの心を血に染めて悲しみを背負うことができたわ。何？ユリア、ラオ、貴様ユリアを。無双転生を吹き込んでくれた。今、全てが終わる。ない落城よ、バルガよ。ラオはなぜハギョを捨てケンシロウ様との戦いに赴いたのか。真のハギョ成就のため。何、覇者とはそもそも天に仕えこの地上に平和をもたらす者のことだ。ならば天とはこの世に魂の平和をもたらす者のこと。剣王様はユリア様によってそのことを悟られたのだ。ではケンシロウ様との戦いは覇者の引き際よ。覇者が引くときは死ぬるとき。ならば己より強き者に倒されることこそ本望だろう。来い。名もいらぬ、光もいらぬ。このラオウが望むものは剣の勝利。この日を待ち続けていたのだからな。互いに究極奥義無双転生を身にまとった今、奥義は武器にはならぬ。いわば無ゼロに戻ったのだ。ならばこの戦いは赤子の戦いと同然。行くぞケンシロウ。貴様に剣を教えた身、このラオウに一日の長があるわ。神に感謝せねばなるまい。我が前にこれだけの男を送り出してくれたことは。まるで無防備に打ち合ってる。変だ、ラオウにも剣にも憎しみが見えない。それよりも二人とも透き通って見える。小さい時の二人が。
もうやめておけ。今日はここまでだ。嫌だ。やめない。もっと強くなるんだ。何のために？ラオウを超えるために。俺を超えるために？ラオウは時に言ったんだろう。自分が道を誤ったら時の剣でそれを止めろと。どうして時にだけ？お前、俺だって北斗の兄弟、ラオウの弟なんだ。このままだと二人とも死んでしまうわ。ケン、闘気を。剣はラオウの闘気だけを見ている。次で決着をつける気だ。え、どういうこと？剣は言ってた。互いに見切りを極めた同士では全ての技はかわされて決着はつかない。ならばラオウの闘気を誘い、それを見切りの間合いとすると。でもそれではラオウに近づくこともできない。いや、いつか闘気は乱れる。それに乗じて無双の一撃を放つ。それが剣の死をかけた見切りだ。もはや次の一撃が我ら最後の別れとなるだろう。俺も時も共に目指したあの偉大なる長兄ラオウ、それはこの心に消えることなく焼き付いている。ラオウの闘気が逃げている。闘気の一瞬の乱れも許さない剣の無双の剣に、もはやラオウはなす術もないんだ。ユリアさん、もうすぐ来るわ。長かった二人の戦いの終わりが、そして二人の魂に安らぎが訪れる時が。よかろう。ならばその思い砕いてみせよう。この剣に我が生涯の全てを込めて。受けてみよう、我が前例の剣を。ラオウの闘気が消えた。天に滅生天使の。人握りの心を砕くことはできる。ラオウよ、勝負はこれまでだ。もう言ってもいいはずだ。あなたの愛を捨てていない。その心に愛を刻みつけたのだと。言えぬ。それだけは死んでも言えぬ。愛を帯びるなど我が剣には恥辱。俺にはこの剣に身を捧げた北斗の長兄としての誇りがある。見せようぞ、世紀末覇者ラオウの死に様を。剣で砕けるはずはない。
すでに見切っておったが、我が剣にはもはやお前を砕く力など残っておらぬこと。ラオ、今こそ悟った。お前は今日まで熾烈なる強敵との戦いの中で死を見切って生きてきた。そしてその戦いが、友達の思いがいつしか俺を超える力をお前に与えていたと。そうか、俺には友と呼べる男は時しかいなかった。見せてくれ、このラオウを倒した男の顔を。弟よ。兄さん、俺にはあなたが最大の友だった。残る生涯、ケンシロウと二人静かに暮らすがいい。ラオウ、レイナ、俺は今こそ愛を知った。この見やめしようとも、魂はお前のもとへ。俺を許せ。ジュラン、いつかきっと強くなって帰ってくるからな。さらばだ、ケンシロウ。俺もまた手へ、時のもとへ行こう。このラオウ、天に帰るに人の手は借りぬ。我が生涯に一片の悔いなし。巨星オツカ、見るがいい。今この世に光がよみがえった。だがラオウ、ケンシロウ、そしてユリア様がいなかったら、この世は永遠に闇に閉ざされていただろう。天が微笑んでいる。ラオウ、この暴力の荒野を治めることはラオウにしかできなかった。でも恐怖による統治に魂の安らぎはない。統一を果たしたラオウは、自分が愛を持つ者に倒され取って代わられることを願っていたのでは。私にはそんな気が。きっとその思いを剣に託したのね。だからラオウは一片の悔いなしと。そう、そしてラオウは最後に愛を取り戻したのよ。
ラオ、時と共に眠れ。俺はあなたの生き様を胸に、北斗神拳伝承者として生きよう。ラオ、あなたと共に歩いた人生に私は一片の悔いもありません。私たちの思いはきっとケンシロウが抱いて私たちの故郷へとこの海を渡るでしょう。あの日あなたがケンシロウを抱いてこの海を渡ったように。憎しみや愛とかにおもちゃにされる。